ビギュラーランニングマガジンへようこそ感想をお聞かせまきめです今回は先日行われました湘南マラソンのスタートまでどれぐらい時間がかかるのかというのを検証していきたいと思います まずはこちら、えー、大磯駅の模様ですが、6時44分着でこのみようですね。で、駅からですね、大磯ロングビーチまで約3キロ強ありますから、えー、シャトルバス、こちらを利用しました。ちなみに大磯駅と二宮駅、並びに大磯駅から徒歩10分ぐらいかかる大磯湖、この3パターンがあるということですね。幸い6時分着、 なので、えー、スムーズに並ばずに乗れたっていうのはラッキーでした。でここから大磯、えー、ロングビーチまでは約15分、えー、時間がかかりましたね。したがって、えー、4時着ということになってきます。で、えー、その逆算していくと朝は僕はもう始発で、えー、乗車ということになってくるのでかなり時間がかかったって印象ですね。そして、えー、JR 大磯駅からのシャトルバスは 大磯、えー、プリンスの、えー、玄関口こちらから到着なのでなんとスタートブラックの、えー、ところまでは直線で 500m と非常に遠いその代わりですねこの日は富士山が綺麗でしたからまあそこら辺も楽しめたのかと思いますねそして大磯プリンスからやはりロングビーチまで結構かかりましたんで、えー、ロングビーチ到着した、えー、ところでトイレありましたんでまずはトイレに入っていくと。 でここでも結構並んではいたんですがまあ約3分程度で済んだのかなというので、えー、それでもすでにもう7時10分15分ぐらいかかっているかなという形です。でスタートは9時ですから逆算してスタートブロック8時半までということなので結構時間がタイトだっていう印象が非常に強かったですね。 そして手荷物を預けるんですけれどもここも混雑するので早めに預けないと結構こう疲れるかなという形ですでさらに会場ゴールフィニッシュんですけれどもそこまで行こうとする時にこういったブースが並んでいたなとですから今回のね給水の仕方だったりとかあとはガーミンブースやノースフェイスは別の会場でしたけどもあったという印象がありますね でこのようにガーーミンブースが登場していいたという形ですし従って、えー、準備段階として考えなきゃいけないのは会場についてすぐトイレに行ってそしてそこで軽く軽食もとるということで、えー、結果的に着替えて手荷物預けてっていうのも1時間丸々かかったかなという印象があるぐらいにですね結構タイトなイメージが強いです。 でし,しかもですね手荷物の預けはちょっと独特でですね、えー、自分で、えー、ブロックのところに行って、えー、置いていくという方式なので、えー、手荷物を、ね、渡したら置いてくれるわけではなくて置いている場所というのもチェックしておかなきゃいけないということです。でそこからですね、えー、大きいトイレの会場があったんですがあまりの長蛇の列にそこをやめましたがスタートブロック、えー、広いところがありましたのでそこにトイレもあったというのが非常に他の大会にはないパターンなのかなと。 ですから、A、AB の下のブロックに関してはトイレがあそこに併設されていたというのがいいところですが他の会場のところはちょっとトイレが離れていたので、まあ、スタートブロックによってコーンも差があるというのはちょっとこう難しいところですね。しかって AB の人は非常にスムーズにトイレがギリギリまで入れたというのが印象深い大会ですね。でこのようにフィニッシャーのところに C から E ぐらいのまでは皆さん並んでいたというところになっています。 でこの間で8時半までどのように過ごすかっていうのも非常に大切かなとこの日はねめちゃくちゃ暑かったんですで、えーえー、に軽装になってる人も少なくなかったかなという印象が深いですねそしてですねスタートブロック、えー、並ぶんですけれども実際にスタートゲートというのはですね、まあ、このバイパスに行かなきゃいけないということでロングビーチを離れて橋を越えてさらにバイパスに出てというので え先ほどねロングビーチだけで直線 500m って言いましたがさらに 500m 歩くということでスタート前にすでに 1km 以上は移動させられるというところが、まあ、体力をしっかり温存しておかないと、まあ、フルマラソン 42km を完走する前に4344というぐらいな体力が必要ではないのかなと思っています。 でバイパスに到着しましたがバイパスからですねまあスタートゲートまでここが約 500m 近く、えー、移動しなきゃいけないということですですから A とか B とかの人であればこうやってスムーズに移動できますけれどもまあ CDE の人なんかもその後ろなんかはどの程度移動するかわからない要は場所が分かっていないとなかなか、えー、うまくこう把握できないのかなっていうところもありますんで、まあ、そういうところも、えー、湘南マラソンの面白いところなかと思っています。 でこのようにですね移動してから今回湘南マラソンは初めてですね給水所が自分でこう水を入れていくというパターンになってきましたし久しぶりマラソンなので制限時間ギリギリでですねどういう世界なのかっていうのを動画で撮ってきましたのでぜひそこのも制限時間ギリギリの世界初マラソンの人なんかは参考にしていただければ楽しいのかなと思っています。 今回は湘南マラソンのまあ、スタート会場までどのぐらい時間がかかるのか、このルーティンを紹介させていただきました。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。元祖教員、牧野でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。